僕の名前は住吉雄一、冴えない顔をしてますが、はい、現在高校生、ラジオが大好きで毎晩欠かさず聞いてます。好きな番組はブロッコリーズの爆裂ベジタブルナイト。見た目の通り引きこもってます。こんな風に母親からは虐待されてます。その反発か、意外と切れやすい性格のようです。1枚目のハガキを送ったらペンネームだけ読まれました。2枚目はネタが読まれました。読まれた、大感激です。それに感動してラジオの投稿にはまりました。そしてハガキ職人になってしまいました。ペンネームはパンティストッキングダイナマイト。前回募集したお題は、私立お嬢様学園の校則第1条といえば、そうですね、お題でございます。次読めやよ。